四谷大塚、早稲田アカデミー、4年生、7月の学習のポイント、算数です。四谷早稲田科の4年生の7月算数なんですけれども、まずは一方に置き換えて解く問題、鶴亀算ですよね、を学習します。鶴亀算は鶴と亀が合わせて何匹いて、そして足の数が全部で何本ですよっていうことから、それぞれ何匹いるのか計算すると、求めるという問題ですよね。え大事なのは表を書いて解く、整理するっていうことと、それから、えー、面積図でも解けると。 こういう順で習っていくんですけども、いずれにしてもね、どちらかに置き換えるってことですよね、まずは例えば表を使う場合だと、まずは鶴が全部鶴だったらどうなるのか。 っていうの足の数を書き込んで、で、鶴が1匹減って、金が1匹増えると足の数がどうなるかっていうのを書いていくということですよね。そうすると規則的に足の数が変化することがわかるので、計算でできるぞというところにたどり着くと。こういった思考過程ですよね。いずれにしてもどちらかに置き換えるっていう作業が必ず必要になりますので、そのあたりをね、しっかり乗り越えないといけません。で、くれぐれもね、えー 掛け算をして引き算をして割り算するみたいな手順だけの丸覚えにならないようにしっかりねえどういう思考過程をたどって答えにたどり着こうとしているのかこれをね理解することが大切ですで、えー、その次の週、えー、立方体と直方体の性質ですよねなんですけれども立方体は正方形だけで、えー、6面で構成されている正6面体ですよねで直方体は正方形とか長方形で囲まれている6面の立体ということになるんですけれども、えー、この 立方体の、ねえー、展開図、いろんなものがありますけれども、一応、ね、語呂合わせで覚えることもできます。えー、石井さんの秘密、耳にふふふって覚え方なんですけれども、えー、展開図は、ね、パッと見たときに、えー、石井さんというのは、えー、正方形が1枚、4枚、1枚と連なっているもの。そして、えー、秘密は1枚、3枚、2枚。えー、耳にというのは3枚、3枚のことですよね。で、ふふふというのは2つ、2つ、2つ、二枚,枚、2枚、2枚と3段になってると。 それぞれね、テキストでどれが石井さんなのか、どれが秘密なのかっていうのをちょっと照らし合わせて見てもらってもいいと思うんですけれども、まあこの語呂合わせでね、ある程度判別はできるようにするとしても、やはり頭の中でね、この辺とこの辺が重なる、この頂点とこの頂点がぴったり重なるっていうことがしっかりと想像できないといけません。その方法についてはね、テキストでも学びますし、授業でもやると思います。 なので、しっかりね、自分の頭で頑張って想像するという過程はね、ここで通ってほしいんですよね。で、どうしても想像だけでなかなかできないっていう場合に、頂点打ちっていう方法はあります。 ありますけども一応ね、えー、最終手段だということで、基本的にはね、自分の頭の中で想像できる状態、これを目指していただきたいんですよね。えー、これ、非常に、えー、乗り越え害のあるところになります。で、えー、夏期講習は四谷大塚、えー、4年生なんですけれども、他、えー、塾に比べるとかなり強行軍といいますか、24日。 夏講習と8月授業っていうのを合わせるとね、かなりの負担になりますので、ちょっとね復習のサイクルというのが難しいかもしれません。そのあたりもね、ちょっと心にね、留めた留めおいたあ状態でね、夏に臨んでほしいと思っています。暑くなりますけどね、頑張っていきましょう。四谷大塚、早稲田アカデミー5年生7月の学習のポイント国語です。四谷早稲田の5年生7月の国語なんですけれども、1週目2週目にわたって論説文説明文の 用紙、えー。筆者の一番言いたいところですよね、えー。これを読み取る練習をしていきます。そして3週目に総合会。4週目からは書き講習ということになります。さあ、この1週目、2週目の用紙の読み取り方なんですけれども、筆者の一番言いたいところ、大体最後にありますよね。あるいは、えー、少ないです。少数派ですけども、最初に用紙があって、そこから論を展開する。こんな文章もあります。最初か最後に載っているっていう、まず知識としてね、つ、えー、けておくといいですよね。そして筆者の一番言いたいことなので、論説文の構成。 筆者の言いたいこと意見とそれから、えー、事実ですよねこれが述べられていることが多いんですけれどもこの読み分けですよね その中で筆者の言いたいこと、つまり筆者の意見の中から容紙を選び出すと、最後の方に書いてることが多いと、こういったことでね、えー、選び出していくことができると思います。でね、注意すべきところは、4年生の段階だと説明文であっても論説文であっても物語文であっても、えー、結構ね、読んで意味がわかるとか、いうお子さんであれば問題解けちゃうことが多いんですよね。そうすると、習ったことあえて使わなくても結構点取れると。 特にね、精神年齢が若干高めのお子さんは困らないことが多いです。なので、結構ね、習ったことあんまり使わないまま学年上がっていくというケースがあります。そうすると、5年生、6年生になるとね、文章の抽象度もどんどん上がっていきますから、やがてね、それで対応できないところが出てきて、本当に困っちゃうと突然ね、いうことが起こってきますから、ぜひね、この4年生のうちからしっかり読解法、習ったものを使うと。授業だけじゃなくてね、テストですよね。えー、つまり、えー、普段でしたら組み分けテスト。 総合会の組み分けテストの時にしっかり使うということをね実行していくというふうに心がけていただければと思います、えー、夏夏休みね夏き講習長くて大変ですけれども乗り切っていきましょう四ツ谷大塚早稲田アカデミー4年生7月の学習のポイント理科です四ツ谷早稲田の4年生7月の理科なんですけれどもまずは第1週は星座の動きですよね、えー、6月に星、えー、座の、えー 暗記の部分ですよね。やりましたけどもその続きで星座の動きを学習していきます。で第2週は動物、動物の分類なんかですよね。そして第3週に総合会、組み分けテストがあって、そして第4週から書き講習に入っていくと、こういう順番ですよね。さあこの、えー、まずは、えー、星の動きなんですけれども、6月末の、ね、星座の覚えるべきところはやはり暗記、えー、知識部分でしたけれども、えー、この星の動きのところは算数頭になってね、ぜひやってい,ていただきたいんですよね。えー、星は1日に、えー、点、点 地球上を1回転すると北極星の周りを半時計回りに一回転するんですよね。これは地球が1日に1回自転しているから、つまり1日24時間で360度ですから、割り算をすると1時間あたり15度ですよね。で、これとは別に年収運動、これは地球が太陽の周りを1年かけて公転していると、周りを回っているためですよね。まああの コーヒーカップを想像してもらうといいですよね。自分でぐるぐる回りながら太陽の周りも回っていると。こういう動きですよね。で、この光点なんですけれども、えー、練習運動は1年に1回転ですから、1ヶ月あたり割り算をすると、1ヶ月あたり30度と。これを組み合わせて、例えば今見えている星が、えー、何ヶ月後の、何時頃にはどこに見えるか、こういった計算をしていくと。つまり30度と15度というのを使ってね、何時間後、何ヶ月後、あるいは何時間前、何ヶ月前で、えー、行ったり来たりして計算をしていくと。 こう計算自体は、ね、そんなに難しくない整数の計算なんですけれども、行ったり来たりしますから、これを間違いないようにすることですよねえ、プラス何時間、マイナス何日、何ヶ月というふうに考えて、プラスマイナスで進んで戻ってっていうふうなことを計算していくと、この計算に、ね、えしっかり慣れていくということが必要ですよね。そして動動物物なんでですすけれども動物の分類で、ね、注意すべき点は 魚に見えないんだけど魚だとかね、えー、こういった動物いますよね、飛ばないけど鳥なんだとかね、例えばペンギンであるとかニワトリ、飛ばないですけど鳥ですよね、であるとか飛ぶんだけど哺乳類だっていうコウモリであるとか、こういった動物ですよね、間違えやすいところは限られてます。 例えば魚に見えないんだけどできる魚ですっていう、えー、タツノオトクシオとかね、えー、こういったものが間違いやすい部類に入りますからよくねあこれそうだったんだっていうところをしっかり覚えておくことですよね、えー、といった、えー、学習が続いて夏、えー、き講習に入っていきます4年生という学年にもかかわらず四谷、えー、大塚早瀬アカデミーの夏き講習結構大変です四谷大塚だと夏、えー、き講習が、えー、16日間そして、えー えー、8月授業ですよね、これが8日間ということで、全部で24日間拘束されるんですよね、かなり大変です。なので、えー、この、えー、大変な書き講習をねしっかり乗り切っていくということで、復、え、習、ー、の、ね、サイクルが普段に比べてすごく忙しくなりますから、そうなるよということをね、えー、あらかじめ織り込み済みで準備していきましょう。 四ツ谷大塚、早稲田アカデミー、4年生、7月の学習のポイント、社会です。四ツ谷早稲田の4年生、7月の社会なんですけれども、まずは高い土地の暮らしということで、長野県、延山高原などのね、えー、高原の、えー、野菜の栽培であるとか、こういった地域の暮らしについて学習していきます。で、第2週にはね、えー 海と共にある暮らしということで、日本の漁業ですよね。各地方ごとのね漁業の特色であるとか、それから全国にある干潟ですよね。これの位置などを確認していきます。で、これが終わると、第3週目に総合会があって、第4週目から夏休みに入っていくということですよね。まずはこの高い土地にある地方の暮らし、高原野菜なんですけれども、高原ということはやはり、 例えば大都市、東京であるとか大阪であるとか、こういうところと比べて気温がだいぶ違うということですよね。標高が高いということは気温が低い、つまりえ気温が高いところに比べて、例えば害虫がはびこりやすい、高い気温のところに比べて、害虫がはびこりにくいので栽培できる野菜、あるいは、えーえー、高度の低いところでは、えー、夏に栽培できない野菜を夏に栽培できる、こういったメリットですよね。こういったメリットを生かして大都市に、えー 野菜を出荷すると、こういった特色をねしっかり抑えていきたいということですよね。で、漁業に関しても、やはりね、4年生のうちから、えー、地理に関してはね、どの、えー、単元もそうなんですけれども、白地図をしっかり用意して、どこの話なのか、干潟はどこにあるのかっていうのをしっかりメモしていく、白地図の中にね、自分で残していって、自分の白地図を作るということですよね。えー、漁業の白地図で1つ で、農業の白地図で1つっていうふうに、いろんな、ね、分野ごとに白地図、えー、何枚もあっていいわけですよね。全部,に、えー、全部のことを、ね、1枚の白地図に言っても、ね、無理ですから、例えば、えー、47都道府県とその県庁所在地の白地図が1つ。で、漁業に関する白地図、農業に関する白地図っていうふうにね、えー、分野によってこうやって白地図を分けて自分で完成させて理解していくということですよね。というのを中心にね、えー、学習の基本において学習していくと。 いうことはね、必ず意識しておいていただきたいんですよね。で、この習慣がついていくと、地理の学習、楽しくなってきますし、成果も出てきます。なのでね、しっかり4年生のうちから、えー、今ね、ちょうど1学期終わりかけの時期ですけれども、ちょっと今までできてなかったなという場合は、もう一遍ね、えー、夏期講習で、えー、地理、もう一遍まとめ直して、9月から地方別の地理になっていきます。まるまる地方、まるまる地方ですよね、学習になっていきますから、この前段階としてね、夏からじゃあ、活用してみるということでもいいですよね。ぜひ、えー、この 白地図、そして地図帳を活用して自分なりに白地図を仕上げる、この学習スタイルをね、作っていっていただければと思います、えー。夏暑いですけれどもね、しっかり体調を整えながら頑張っていきましょう。